こんにちは、ブレイナーズの鈴木です。ブレイナーズオークションキングダムをご紹介します。このシステムはですね、あなただけのオークションサイトを開催し、あなたの商品の販売単価アップを実現します。そしてさらにリスト構築まで行ってくれるという優れたシステムとなっております。それではですね、早速ですけれども、アドミンエリアですね、はい、あなた専用の管理画面を覗いていきたいと思います。この管理画面を見ながらですね、実際に同時にですね、出品ページ、それから、入札するページですね、こちらがですね、どのように反映されていくのかを見ていきたいと思います。はい、それでは早速見ていきましょう。まずですね、設定というところですね。はい、こちらでですね、オークションのさまざまな情報をですね、入力することができます。まあ、サイト名とか管理者名ですね。重要なところはですね、こちらですね。まずヘッダーとフッター、このデザインですね。それからですね、まあ、こちらはですね、管理画面のデザインが主になってますので、出品ページとは関係ないですね。こちらですね。はい。出品ページのレイアウト。はい。こちらでですね、こちらですね、今、真っ白な背景色と画像が入ってます。そしてその下にですね、まあ、説明ですね、商品の説明、それからまあ最高入札額終了日、このような情報が入ってますね。このですね、ページのレイアウトデザイン、これをですね、こちらの管理画面から入力、まあ、HTML をですね、登録していただいて自由に編集することができます。まずこれが第一のポイントですね。それからですね、次ですね、はい、今度はですね、コードというのがあります。はい。今一つですね、ブレナリアンという認証コードを登録してあります。このですね、認証コードを知らない人はですね、メンバー登録できないようになってます。この機能を使っていただいて、あなたの メールマガジン、読者限定ですとか、会社サービスを運営されている方はですね、会員さん、メンバーさん限定のオークション、そういうものをですね、開催することができるようになってます。はい、ではですね、ちょっと見ていただきたいんですけれども、まず入札ですね、こちらをクリックします。はい、そうするとですね、ユーザー名パスワードですね、このユーザー名パスワードを入力していただいて入札していただくわけですね。そしてさらに下なんですけれども、メンバー登録はお済みですかと、登録はこちらからですね。はい、はい、ここからですね、メンバー登録していただくことができるようになってます。はい、では次を見ていきますね。はい、今度はですね、オークション管理ですね。ここでですね、オークションをですね、新規に作成していくことができます。はい、まあ、オークションのタイトル、それから商品の説明ですね。そして、オークションの開始日、終了日、入札単価ですね。そして出品ページのレイアウト、こちらででもですね、個別でそれぞれ HTML タグで設定することができるようになっています。はい、それからですね、 URL 取得、こちらでですね、実際のオークションページのアドレスが入ってますので、こちらからですね、あなたのウェブページからリンクを取り付けることで、オークションを開催することができるようになっています。はい、はい、それではですね、実際に入札してみたいと思いますので、まずですね、もう一度管理画面をお見せしますね。はい、こちらですね。はい、これはですね、オークション管理のページですね。こちらでですね、入札単価というのを決めておくことができます。今100と入ってますね。こうしますと、1回の入札で100円単位で、値上がりしていくと、そういう形になってます。ちょっとやってみたいと思いますね。現在ですね、はい、最高入札額200円と入ってますね。はい、では入札をしてみますね。はい、こちらにオークション終了日、それから開始価格ですね。はい、開始価格は100円と入ってますね。はい、そしてこちらにユーザー名ですね。はい、そして入札価格は入ってます。そして入札ボタンですね。これで成功しました。
最高入札額300円となってますね。はい、このようにしてですね、あの参加者の方が簡単にですね、まあ、ユーザー名とパスワードと、送信ボタンを押すだけと、そのような形でオークションを開催することができるようになっています。はい、ということで以上ですね。はい、ぜひですね、この英語圏のマーケターがデザインしたブレイナンスオークションキングダムをご活用いただきたいと思います。ありがとうございました。